パーチャマでございます。 EJ リーグチャンピオンへの道ということで、今日はですねスペシャルゲスト、まあ、今日はっていうか今日からあの FIFA のプロで世界大会とか経験もあって、もう国内でもトップクラスの人に声かけまくって、みんな優しいからチャマくんにね鍛えてやるっつって教えてくれるってことなんで、フレマをしていきます。そして今週末来週かの末90本番向けて少しでも勝てるように、まず大会自体がグループリーグ制だから一回運で勝っちゃいいとかじゃない、本当にこのレベルの人たち相手に勝っていかないといけない。だからそれをね見てもらいたいんで、ぜひチャマを応援する人、 FIFA 上手くなりたい人、ぜひねお願いします。でね、 EJ リーグっていう大会ですから、あの能力が調整された全員一緒の能力の J リーグの、代表、で代表じゃない、 J リーグのチームを使います。僕はサガン鳥栖で出るでしょう。出るよねサガン鳥栖で、うん、ということでよろしくお願いいたします。まずはお話から聞いていきましょう。サクトさん、あの経歴とか教えてくれる？なんかこうこんな人ですよみたいな、大会みたいな、大会何出てるよみたいな。あ、大会そうだね、はい、経歴か、うん、もうざっくりでいいよ。なんか何年連続世界大会出場とかでもいいし。あ、一応じゃあ2年連続で、うん、今 FIFA グローバルシリーズっていう FIFA の一番大きな大会があるんですけど、うん、はい、このワールドカップの1個手前のプレーオフ、うん、世界トップ64位が残れる、うん、のプレーオフの大会があるんですけど、はい、一応そこに2年連続で、うんうん、まあ、出場今のところしてます。なるほど、2年連続じゃ世界のトップ64に入ってるってことね。そうですね。すごい、よろしくお願いします。いやチャマ君と、うん、ウィレでも全然触れましたことないし、したことないね。ランクまで何回か当たったぐらいでしょ、多分1回か2回か。そうだね。そんな後ろで回すの、ね、やっぱそれ大事なんだ。オッケー。スキルとかもあんま使わない？ああ、どうだろう。なんか、場面によるかな。おお、使う場面はあるんだ。基本、ゴール前まではなんか、こう、うん、慎重に。怖いな、なんか。何がやっぱね、あんまやってない人って、うん、逆に何してくるか分かんないから。あ、そうだよね、そうだよね。そうな、人読みが通じないっていうか、ある程度の人だとこうすればこうなるだろうっていうのはあるけど、うん、それはある意味強みかもね。逆にそれをなんかこう生かしてくれるといいんじゃないかな。なるほど。じゃああんまテンプレとかも覚えない方がいいのかな。覚えつつって感じかな。あ、いや、なんでそんな抜けんの今。え、なんか特別な操作したの？あ、まあ普通にあのトリガー、ウィーレディームービングみたいな、あるじゃん、L1 だっけ、うん、はいはいはい、で前に走らせるやつ。オッケーオッケー、やっぱそれは大事？結構使ってる？ウィーレでもやっぱこう、うんうん、どうしても1対1っていう状況じゃなくて、こう2対1とか2対3にする状況が大事じゃん、うんうん、こう、そうだね、数的よりね、走らせてっていう、はいはい、それが FIFA でも一応できるから。うん、まあ、同じサッカーが元になってるからそういうの大事なんだよね。あ、これ怖いやん、もう。ちょっとでもスキルが出てたな今。まあスキルは基本的なことしかしてないあんまり。ああ、なんかすごいウィーケンとかだとスキルもブリブリやってくるやついるじゃん、うん、ああいうのはまあなんかこう自己満みたいな強さにはあんまり関係しない。まあそうだね、特にゴール前以外は基本いらないから、うんうん、あ、なるほど。あ、こういうとこいるんだ。こういうとこはいる。じゃあちょっとさ今のはスキルがあったから点取れたんでしょ。でも今のはなんか今年のテンプレみたいな感じ、うん、本当に。あ、なるほどね。そう、定石かな。
今のは何をしたの？その今のはまたぎから、またぎからこうマイクと加速するんだよ、こっち。はい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 、してたね、うん、これがすごい強いから、うんうんうん、一回ナーフされてんだけど、これね、うんうん、それが強いんだ。しかも操作も簡単でしょ？簡単簡単。スキル何出てんだろう、2とか出てんのかな。いやー、今もさ、フォワードに入れられた瞬間もう終わりだった？終わりだね、どっちか切るし、もうお願いするしか。そうだよね。そう、でも結局さ、あの攻撃の方が後出しでできるでしょ。あと、そうだ、基本有利だね、攻撃の方が。あそこの画面まで行っちゃったら。なるほど。いやー、あーちょっと、今チャンスだったのに。はい、あー惜しい。マジ？オッケーオッケーオッケー。舐めたな、舐めたな今。いやちょっとね、おかしいな、挙動がおかしかったよ今。でも ああいうなんか余裕持ってプレーすることも、うん、ここ大事だ。まあ確かに、トーナメントって本当はやっちゃダメだけど、うん、3-0 か。え、あれってグループリーグは2人まで通過？上位2人と、ね、うん、3位で多分4人いけるんだ。なるほどなるほど、グループの3位でね。6グループあると思うから、うん、3位プラス、3位の4名かな、うん、プラス上位2名じゃない、うん、ベスト16だもんね、確か。次は そこでもう1個勝たないとユニフォームもらえないもんね。そうだね、うん、え、ユニフォーム名前入ってる？あんまり入ってないんじゃないかな。あ、入ってないんだ。うわ、え、マジ？まあ、こんな感じででかいフォワードがいると、うん、無理じゃん。え、今のはキーパー動かすしかない？動かす、出すしかない、マネキー。マネキー出してもお願いするしかない。うん、今のはドリブン？ドリブン強いんだ、ドリブン。この90でも、うん、強い。で90だと精度が高いから。ああなるほど。アップデで精度低い選手はなんか弱くなるみたいなあったけど、まあ90だから関係ない、うん、なるほど。え、うお、うまい。オフ？あ、いや、おう、オッケー。これでかいね。最初にこれ取れてたらもうあとは鳥かごでいいんだもんね。え、鳥かごとかする FIFA は？そう、どうだろう、ね、するよね。あんまりしない？あんまり俺引くと守れないから。ああ、え、サクトさんじゃなくて他の人は？する人はするね。ああ、やっぱいるんだ。鳥かごかよってやっぱ言われる？どうだろう、そんなに言われないんじゃないかな。そんななんか露骨な、うん、あれはあんましないからさ、俺。ああ、ちょっと、ま、丁寧に行くぐらい。前で思ったり、うん、ボランチ散らしたりとか。キーパーまで戻すとかはしないってことね。あんまりしないね。あんまりその自分が引いて守るのそんなうまくないから。ああなるほど。え、ウイリから FIFA に行った時に守備で意識したこととかある？いや、特に変えてないかな。マジで？あ、そう。みんな結構守備苦戦してるよ。でも無理でしてたことをしてる感じ、うん、コンプレッサーできないから、うんうんうん、その分なんかこうディレイ使ったりするけど、はいはいはい、基本的にはビリでやってたことと変えてないから、うんうん、全然センターバックが当たりにくし。あ、でも本当はダメって言うよね FIFA は。
センターバックで当たり行くの、まあ、ダメって言うけど、うん、まあ別にいいんじゃないかな。何それ、別にってどういうこと。うわああいう加速だよな。なんだ、個人的に渡せるのが好きじゃないから、うん、ああなるほどね。全然当たりにくし。動きがちょっと、でもそんなに難しいことしてそうではないよね、やっぱザクトさん。要所要所でいい動きしてるっていうことなんだ。オッケー。ああ。あ、無理か。基本ビルドアップはサイドから行く？そうだね、まあ、基本中固めてる人多いから、うんうんうん、どこから突っ込んでいいのかだよ。オッケー。ああ、あらららら、危ねえ。終わってほしいな。いやでもこういうちょっといけるようになってきた。奥まで。オッケー、危ない。それ強いよね。いい剣でめっちゃやられるわ。思い出の1点が欲しい。いやマジ全然入るそれ。入る。あ、そうなんだ。ちょ、左利きだから。ああ、まさかパーシュートの時に強い。うん、あんなでも角度ないようなとこでも入るんだね。入るね、どんどんっていう。キーパーの能力も低いから。そうだね、90キーパーそんなになんか、うん、UT のクルトワとか、うん、キムストリつけた状態のキムストに比べたら、うんうん、全然低いから。なるほど。危な。ああやったマジで。それウィールでも出せないよ絶対。いやもう開いた瞬間嬉しくなっちゃって。うわー、もう一瞬でも隙を見せたらすぐ打ってくるやん。入るし
え、普通の今のはただゲージ貯めただけ？ゲージ貯めたワンシュート。基本だから、うん、まあ、ああいうとこをマニキしたりとか。あ、するんだ、うん、しないと無理。もうしないと無理だね。基本的になんか棒だから92%。ちゃんとこうシュートコースに立たせないといけないんだ。お、いやー、まずい。思い出の1点が欲しい、マジで。よし、やばい、ロスタイム、頼む。オッケー、え、あ、終わったんだ。うわぁ、7-1。これ、うわ、今日から毎日プロの人やるつもりだったんだけど、もう心が持たないよこれ、大会まで。ありがとうございました。ありがとうございました。サクトさん、最後にアドバイスください。アドバイス、はい、そうだね、なんだろう、なんかもうちょっと、うん、こう勢いあっていいんじゃないかなって。あー、遅すぎる、丁寧すぎる、うん、丁寧すぎる、逆に、うん、なんかこう強いからいつものあれが出てないみたいな。ああ、相手が、もっと思い切りよく、そう思い切りよく、多分得点取ったシーン結構、うん、勢いよくパス交換して。あ、確かにね、ちょっと無理やりめのラストパスだったしね。そう、無理やり目で1点取ってみたいな、うん、のでいいんじゃないかなって。わかりました、はい、以上ですか？以上ですか？なんか他にはないですか？ないなら別にいいですけど。茶間くん的には、うん、どこのアドバイスが欲しいのかな。でももうやっぱバイタルでの守備。ああ、バイタルでの守備、そうだね、結構なんかボランチとかで、うん、これが持てるシーンが割と多かったから、うん、結構相手にそのなんだろう、時間与えちゃうと、うん、ね、トリガーラン使ってこう動かしたりとか、うん、いろんな選択ができちゃうから、もっとなんかこうボランチでホルダーに当たりに行ってもいいんじゃないかなって。ちょっとゆるゆるだった、うん、プレスが。プレスが、そうだね、プレスバックも緩かったし、うん、なるほど。結局、うん、なんだろう、相手がこう楽な場面でパス交換できちゃってるから、うんうんうん、得点シーン全部で縦パス入れる様子を伺えるってことでしょ。そう、うん、もう自由に時間使えて、もう縦パス1個横パス1個入れたら、うん、ね、得点できるっていう形ができちゃってたから。確かに。もうじゃあ縦パス入れられた時点でもう無、ほぼ無理なんだあれは。ほぼそうだね、もうお願いしますよ、ね、運がラッキーでしか止められないっていう感じ。まあ、またはマニキーかディフェンスの足が伸びてくれるみたいな感じで、だからその入れられる前に、うん、こういかにこうゾーンで守って、うん、はい、プレスかけてみたいな、で引っ掛けてみたいな、はいはいはい、ディフェンスの方が俺はやりやすいかなって思う。なるほど、うん、俺はやっぱ入れられた後が勝負だと思ってたから。あー、そうだね、まあでも、多分トーナメント出てくる人たちってもう、うん、入れたらもう何でもできちゃう人が多いと思うから、うん、こう入れさせないってのがまず第一大事かな。わかりました。やっぱプレスバックとかも大事なんだ、やっぱ人数下げて。はい。そう。なるほど。わかりました。ちょっとかなって思います。それを早急に
仕上げていきます。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで世界2年連続世界64話伊達じゃない、そういうことを見させられましたね。まあ僕自身ちょっと自分の実力が今どのくらいなのかっていうので、まあ結構ちゃんとこう殴り合いに行った結果このスコアでした。やはり今僕が持ってる実力だと普通に戦ったら勝てない、そういうことが分かったので、まあ雑魚のサッカーを極めていくしかない。あとは、ザクトさんが教えてくれたもうちょっと勢いよくプレーをしていくっていうところ、まあ緩急のつけ方も多分身につけなきゃいけないね。ここは勢いよく行っていい時と、ここはちょっと落ち着いていっていい、そういうとこまでまあ本番までに身につける。あとは守備、ザクトさんが言ってた縦パス入れられたらもう何ももうダメだよって言われてたんでそこをちょっとどう工夫するか、考えていこうと思います。しかし全く見当がついておりません。これからね毎日プロとの戦いを上げていきたいと思いますんで、ぜひ見てください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。そして応援よろしくお願いいたします。さようなら。パー、ザクトプロ本当にありがとうございました。